ノーラン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,216人であり、2000年の158,020人から3.7%減少した。軍庁所在地はスイートウォーター市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサスを訪れた。 最初のアメリカ人公益業者だったフィリップ・ノーランに、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は914平方マイルであり、このうち陸地912平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.21%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ノーランは、 風力発電の中心としての地位を確立してきた。2008年7月時点で、カリフォルニア州全体で発電される風力、発電量を超えており、国としてカウントされれば世界各国の中で第6位の量である。風力発電所には、ロスコー風力発電所や、ホースホロー風力、エネルギーセンター、スーイートウォーターウィンドファームなどが存在する。ウェステラにある放棄された。 穀物倉庫、ありがとうございます。